標準記録は4分10秒00です。すでに突破者がおります。さあこのレースでも新たな突破者が現れるでしょうか。もう間もなくスタートとなります。より B クラス男子 1500m 競走の決勝が行われます。選手紹介はスタートした後に申し上げます。それでは 第2コーナー付近にご注目ください。B クラス男子 1500m 競走決勝がスタートしました。腰ナンバー順に選手をご紹介いたします。腰ナンバー1番から新井真宏くん上静、2番坂田光輝くん新松戸南、3番村中大河くん甲田、4番金子裕太くん船橋朝日、5番新芽雄介くん栄、6番谷口春也くん千原台南、7番加瀬智也くん朝日第二、8番藤井陽平くん畑沢、9番堀田流星くん野田第一、10番大友和樹くん妙伝、11番尾形亮くん大山口、12番野崎裕太くん時計南、13番石原雅人くん船橋、14番平田天竜くん清和、そして15番平林慶樹くん高津、以上15名です。さあ集団は間もなく 400m を通過します。400m は67秒です。この種目の標準記録は4分10秒00。さあ1周66秒では回りたいところ。さあ2周目以降少しでもペースが上がるでしょうか。もうすでにこの種目は突破者がいますので、組で1位になるのではなく標準記録を狙うことが最大の目標になります。4分10秒00。先頭は船橋の石原くん、追うのは新松戸南坂田くん。800m、 2分20秒、この1周は72秒。さあ今上がってきたのは豊田の村中くんです。まもなく 1000m、 2分50 2分55 56 57 58、村中くんは 1000m を2分56秒で通過です。さあ村中くんが少しずつリードを広げるか。さあ2位争いは3名。太田の村中くんピッチが上がっています。1200m の通過。さ
3分28秒この1周68秒ペースも上がっている。さあ標準記録は4分10秒00ですが、さあここで今3分50秒、3分55、ここで4分、4分10 4分15 16 17 18 19 4分20 21 22 23 24 25。1500m 先頭でフィニッシュしたのは村中くん宝田、4分18秒96でした。ここで先ほど終了しました B クラス女子 1500m 決勝の結果を申し上げます。1着4レーン失礼しました腰ナンバー4番福田さん怪人4分54秒09、2着腰ナンバー6番宮崎さん怪人4分58秒21、3着9番瀬川さん高根4分59秒02、4着2番柴田さん野田大地4分59秒13、5着8番小玉さん東野翔5分01秒31、6着7番町田さん船橋朝日5分3秒01失礼しました5分3秒10、7着3番内田さん葛飾5分05秒81、8着5番小柴さん富津5分5秒93、以上の結果でした。